今週の締めは食べ手の魂を揺さぶる醤油ラーメン。神奈川県本鵠沼、新宿から電車に揺られて約1時間のこの地に、全国からラーメンファンが集う伝説的なお店があります。その名も渦と雷。店主はこの男、大西よしみさん。父と弟もラーメンを生業とするなど、ラーメンサラブレッドとして生まれ、飽くなき探求心と類まれなるセンスでラーメンの新たな可能性を表現し続けるカリスマ店主。科学的なアプローチも積極的に取り入れ、微動だにせず重力で湯を落とした後での握り姿も話題に。よしみさんってどういうイメージでラーメン作りされてるんですか、普段？美味しいものを作れたらいいなと思ってやってます。自分が美味しいと思うことが一番ですか？そうだね、自分が好きって思えるものですかね。醤油は出汁と醤油の香りを味わうラーメン、そこに自家製麺を入れて旨味と香りを引っ張って口の中に持っていくっていう簡単なイメージ。どこから味を作るみたいなことってありますか？旨味からですね。スープの旨味、素材の旨味、麺の旨味、スープの旨味、油の旨味、旨味がど真ん中にあって、あとはそれをどう美味しく人に伝えるか、なんかこうインパクトで食べさせるのは僕はあんまりやりたいものではないんですよね。味の強いものも作るけど、やっぱりそこは最低限下に旨味があるのは当たり前で、塩味で食わせたり油で食わせるっていうものよりも、やっぱ真ん中にある旨味、旨味をどんだけこう膨らますことができて、あとは調味料とか油とかでその輪郭をくっきり作ってあげられるかどうかが僕の味作りですね。で、まあ醤油塩もありつつ、いろんなあの限定麺もあったり、ラクサとかちょっと変わったものもあったりとかってあるんですけど、それも全部自分が食べたいものを作ってるって感じですか？そうですね、ラクサなんか本当に自分が海外で食べたものが、これ美味しいからラーメンにしたいと思って作ったものだし、でも一番大事にしてるのはお客さんが面白いと思ってくれるっていうところかな。美味しいのはもう当たり前で、美味しいはもう当たり前で、面白いか面白くないか、びっくりさせられるかどうかとか、感動させられるかどうかが基準かな。それ大事にしてるかも。よく作って美味しいけど面白くないからダメっていうことが結構多くて、ただ美味しいは別に何も、商品にする価値がない、やっぱり笑顔は見たいし、ね、人生喜ばせごっこだから、喜ばせごっこ、喜んでもらいたいなっていうのは前提。ただ喜ぶ時も驚きを与えたい、あのね、うずらいの時から掲げたコンセプトがある、驚心動魄っていう、五経の言葉なんだけど、驚く心、動く魂、コンパクトの魂なんだけど、驚かせて魂を動かす、イコール心の底から感動させる。英語にするとロックユー、ウィービーロックユー、魂を震わせてやるぞ、感動させてやるぞ、それを考えてるから、自分のところで商品として作品として掲げてるものは、それを狙ったものが残ってるっていう感じですかね。それをさらに作り込んで精度を高めて角を取って、丸々球体に、小さな小さな球体にしていけたら理想かな。一粒に全部入ってるみたいな。そんな大西店主が最近特にハマっているのが、チャーシューの吊るし焼き。やっぱ近くに、でかすごい。今回はいいかも、ロースやっと分かってきた。楽しんでやってない写真焼いてないって日々発見があったんですか？なんかね、あ、こういうやり方があるのか。なるほど。神奈川県本鵠沼の渦と雷、魂を震わす一杯をぜひ。